ね。みんな乗せたらほららら出発。なぜなのよく見てみよう、いろんな不思議がいっぱい。どうしてきっとわかるよ、乗り物探検出かけよう。なぜなのよく見てみよう、いろんな不思議がいっぱい。どうしてきっとわかるよ、乗り物探検出かけよう。出発するよ。わー、いろんな電車がいっぱい。そう、みんなが大好きな特急電車、いっぱいいっぱい見に行こう。うん、ワクワクドキドキ、早く行こう。早い早いぞ、スーパー。これも何キロで走るの？やっぱり130キロ。これも
ックボディ、ヤッホー。トンネル抜けてどこへ行く行く、ホワイトアロー、風を切って突っ走れ。こちらはアーバンライナー、大阪から名古屋までの間を一度も止まらないで走るんだ。全然止まらないの？そう、休みなしで目指す駅へひとっ飛び。普通の電車はね、一つずつ全部の駅に止まるでしょ。うん。でもね、特急電車っていうのはいくつも駅を飛ばして走り抜けちゃうんだ。そっか、だから早いんだね。時速120キロで、特急だ。130キロも出るよ。これも全然止まらないで走るの？ううん、いくつか止まるよ。でもやっぱりたくさん駅を飛ばしていくんだ。それじゃ出発、ドアが閉まります。
くのは新幹線だ。そう、日本一速い特急電車、みんな知ってるよね。これはゼロ系、東海道山陽新幹線の光やこだまでおなじみだね。おめめのお花もまんまるだ。一番初めにできた新幹線なんだよ。じゃあ一番お兄さんだね。そういうこと。毎日毎日たくさんの人を乗せて遠くの町へ運ぶ新幹線、もうすぐ駅に到着です。こちらは百景でございます。光で活躍しているよ。
階建ての中をちょっと覗いてみたくない？見たい見たい。1階はカフェテリアになってて、お菓子はあるかな？売ってるよ。ちゃんとお弁当だってある。あー、お腹空いちゃったよ。もう1両の1階は個室になってる。ここは4人用。ここはちょっと贅沢なグリーン個室、2人用だよ。2階へ参ります。参ります。グリーン車の2階席でございます。ございます。2階からの眺めは最高。この新幹線は光みたいな名前はないの？東北新幹線ではやまびこと青葉、上越新幹線では朝日と時って言うんだよ。へえ、いっぱいあるな。雪だ。400系翼って言うんだ。翼は新幹線だけじゃなく普通の電車の線路も走るんだ。だから他の新幹線より小さいでしょ？うん。どうして小さいの？小さくないとね、普通の電車が通るトンネルで突っかいちゃうってわけ。なるほど。翼はね、いろんな秘密兵器を持ってるんだよ。え、どこどこ？その1、ドアの下。新幹線の駅に止まるとドアの下からステップが出てくる。これでホームとの間の隙間に落ちないようにするんだよ。そっか。秘密兵器その2、この一番下についているのがスノープラウ。これで線路に積もった雪をかき分けて、それすごいすごい。その3、これが鼻の中。わー、なにこれ。連結器だよ。翼が新幹線の線路を走るとき、ガッチャーンとやまびことつながって走るんだ。作るための試験用の車両なんだ。へえ、もっと速い新幹線を作るの。そう、だから今までと形も随分違うでしょ。屋根も平らだし、これはパンタグラフ。前になる方の顔が白いライト、後ろの顔が赤いライトになるんだよ。知ってた？へえ、そうなんだ。本当だ、後ろは赤いや。
びっくり。Win350 はね、その名の通り350キロも出るんだぞ。350キロ。そしてこれも新幹線の仲間、スター21。は Win350 と同じ試験用の車両だからお客さんは乗れないんです。なんだ、ばっかり。やっぱり速いだけじゃなく、少しでも静かに走れるように車輪を隠したり、いろいろな工夫をしている。今までの最高時速は370キロ。へえ、すごい。まだまだ、これから400キロにも挑戦だ。僕も運転してみたいな。みんなが大人になる頃にはきっともっともっと速い新幹線ができてるだろうね。うん、楽しみだね。みんなが眠っている夜もずっと走り続ける電車、ブルートレインだ。ブルートレイン？これは北斗星。ブルートレインっていうのはね、夜も走り続けて次の日やっと遠くの街に着くんだ。北海道の札幌まで行くんだよ。あ、これから出発だ。ずっと乗ってるんじゃ僕疲れちゃうよ。だからほら、夜はベッドでぐっすり。え、ベッド？北斗星は乗る人に合わせていろんな部屋が用意してある。あ、僕二段ベッドがいいな。動くホテルだね。そう。そしてお腹の空いた方はこちらへどうぞ。レストランだ。どんなご馳走が出るのかな。こんな部屋でゆっくりするのはいかが？わあ、でもこなっちゃった。おやすみなさい。こちらはブルートレインの中でも一番の豪華ホテル、トワイライトエクスプレスでござい。北斗星より豪華なの？うん、ゆったり豪華。とっても贅沢にできているんだって。僕も乗せてください。すごい人気者のトワイライトエクスプレス、一度は乗ってみたいよね。これは桜。北斗星とは反対の方、ずっと南の九州まで走っていくんだ。やっぱり遠くまで行くんだね。
なきゃいけないから運転手さんは大変だね。これは前の車両がちょっと変わってる。2階建てじゃ
ないよね。どこが変わってるの？あ、席が階段になってる。これなら後ろの人もよく見えるでしょ。うん。海のそばを走るから外がよく見えるようになっているんだ。これは面白い形してる。スーパービュー踊り子。ダブルデッカーと客席が高くなってるハイデッカーだ。目の前には広い海。前が全部窓だからよく見えるね。そうだね。窓が広いパノラマになってるから眺めは最高。何が見えるのかな。あれ、窓がない。大丈夫。一番後ろがパノラマになってるよ。これもパノラマになってる。桜ライナー。春になれば辺りは桜が満開。窓の外は素敵な眺め。出発。ハイパーサルーン。この通り。うわー、これはラク。ラク？そう、その名の通りとっても楽しい電車だよ。あー、階段の席だ。いいなあ。2階の席もあるんだ。この電車なら楽しい遠足になりそうだね。うん、僕も仲間に入れてよ。電車じゃないんだな。嘘だ。
電気で走るから電車だけど、電線のない山の中なんかではディーゼルエンジンを使って走る鉄球が活躍してんだよ。ディーゼルエンジン？これは？サンゴエクスプローラー。これもディーゼルエンジンで動く。かっこいい。ほら、エンジンの煙だよ。ディーゼル特急は力持ち。山越え、谷越え、鉄橋越えて電車なんかに負けないぞ。これもディーゼル特急？そう、南風って言うんだ。屋根が電線とつながってないでしょ。本当、何にもついてないよ。雪がとっても多い北海道で大活躍してる。新しくハイデッカーのグリーン車も加わったよ。ぐん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 突っ走れ。それからほら、これもディーゼル特急の仲間なんだよ。ヒート281だ。北斗と同じところを走ってる。雪なんて吹っ飛ばせ。電車だ。ツバメだよ。ねえねえ、面白い顔してるよ。そっか、ライトが目と鼻みたいに見えるね。こうやって見ると電車もいろんな顔をしてるよね。うん、鼻がツッとしたとんがり顔だね。とんがり顔といえば、すぐ思い出す電車があるよ。これ、JR の朝霧はとんがり顔の代表だよね。なんだか強そうな顔だな。走る姿もたくましいぞ。小田急の朝霧。こっちの方がちょっと優しい顔だね。そうだね。わかった。 JR の朝霧が男の子で、小田急の朝霧が女の子なんだ。なるほど。ちょっと広いんだよ。そっか。おでこの広いとんがり顔だね。スカイライナー。おでこにお化粧しているみたいだ。でもこれ、ずいぶん四角くない？
一応鼻がとんがってるじゃない。じゃあ次は本当の四角い顔を見てみよう。見よう見よう。赤い顔した成田エクスプレスだぞ。本当に四角いね。目の周りが黒くてちょっとパンダみたいだ。え、そう？
車大集合、各館絶賛発売中。